かる、この気持ち、プシュッと、あ、気持ちね、はい、これでねスッキリしたんじゃないかな。このダバーで、ダバーで今こう水に流す的なね、水に流す的な意味でもそうだし、こうね、ダバーで気持ちよくポン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 ってポップコーンみたいなっつってね、これはこうね、ナイスリカバリー我ながらナイスリカバリー、これ両手でやるとね、こうやってね、タクタクすぐ起きるからね。土台をこう分かりやすくするためにちょっと一旦ね、あんさんがじゃない、学校側の方ね使わせてもらったっていう、そういうあれだよね、こうね、そういうあれだから、これお詫びと言ってはなんだけど、このダメージでお詫びを身を挺して、どうした？スムーズにやることに、ちょっと、はい、ちょっと待ってね、壮大な勘違いをしてた、いやー、これファンタシースターポータブルの話どうこう、ポータブルじゃないし、フォームの話を俺はしているんだ、未来の話を使いどころが違うんだね、 CM でね、私は未来のテレビの話をしているんだっていう、あれね、そう、今の話をね、ほら俺はしているけど、コメントの方は以上となります。無事終了、よかった、気づけてよかった、無事にね無事に気づけてよかったね、いやー、よかったよかったはいはいと、はい、はい、私も最近減ってきてたから、これもまあ、うん、よかったんじゃないかな感じ。あ、そうだよね、ようやく伸びてくれたけど、そうだよね、そのサイズだよね、うん、うん、そうなるよね、ちょっといく、君はちょっと気になるね、はい、下から降りちゃった、あ、そう、まあこうなることは大概予想はできてたけど、大概で、大体で、あ、置いてきちゃった、ごめん、あ、落ちた、ごめん、これ一回ミスると引きずっちゃうタイプ、引きずっていろいろ連鎖反応しちゃうみたい、最大16連射までしちゃうみたい、連射じゃない、連鎖、ぷよぷよで最多と言われなかったわ、勘で天体決定、自分で踏んで自分で蹴って痛いみたい
りあえず原木ではなく葉っぱが欲しい。来るやもしれん。アップデート入って登ってくれるようになったかもしれん。あれ、あれもこのアップ、あれ、そう。あ、怖い。あ、怖いね。超圧勝的。どうやって侵入しよったやつ。あやつどうやって侵入しよった。あそこのってこういったのね。まあ、竹原さんといてね。いてもいいけど。いてもいいけど、それ。荒らさないでね。攻撃できなくするために行ったのか、いつ。頭いいね。あそこで攻撃するとノックバックして畑が荒れちゃうからね。なかなかの、策士じゃないか。ちなみに俺前回編集しながらちょっとわけわかんないこと言ってたけどさ、自分でもわかんなかったんだけどさ、こう切りながらハサミを置く瞬間俺何言ってたんだろうって。あ、上まで落ちた、上まで落ちた。あ、ちょっとどんどん減ってく、どんどん減ってく。あ、そして超重い。あ、超汚くなった。やめて、でも消えないで。消えるな。これは時間の問題だ。まあいいけど。消えたら消えたって。まあそれはしょうがない。それはそれ、これはこれ。そう。ちょ、でも、違う、こっちが邪魔なの。はい。どうしようかな。よいしょ。ここに乗った状態でジャンプすれば越えれるから、うん、そうだな、ここからスタートでいいか。OK だ。こうやって成形していくと、危ねえ。よいしょ。危ねえ。落ちたら死ぬぞ、これ。いろんな意味で。クリーパーとかも襲ってくるだろうし。あれ、葉っぱの色変わった。あ、面白い、ここ。葉っぱの色は全部違う。グラデーションしてる。あ、面白い。面白い。あ、全然足んねえ。そしてこのままいくと全然足んないから、ちょうだいちょうだい。これまあとりあえず5月1日はね、ひたすら1日ファンタシースターポータブルじゃないオンラインの方をやっていたと。その話がしたかっただけ。一日やってましたよっていう、うん、それを言うのに長時間かかってたっていうね。さあさあ、問題はこいつをどうやって形成していくかな。やっぱああいう風にしたいよね。大きな木にしたい。あれを巨大化させたか、感じにしたい。それが目標。フュージョンしといて。はい、オッケー。ナイスジャンプ。いい。オッケー。いい感じ、いい感じ。巨大化した木の下にちょうどそれをなんか置いたか、これ置いたかにしたい。となるともう一段高くした方がいいのか。
題化したわけだから1段ずつ高くさせていくっていう感じでもいいし、そうしようか。まあ足んないんだけどね。木は山ほどあるぞ。いや、このハサミ突きるまでやっても足んないじゃん。鉄持ってきたから大丈夫。鉄取ってきたからね。そう、大丈夫。食料足るの。草いらない。草いらないよ。あ、気持ちいい。あ、気持ちいい。超気持ちいい。今回はだいぶ爽快な動画になったんじゃないかな。畑をダバダバーってやって、木をズバズバーってやって、こんな気持ちいい回があっていいのかと言いつつ、2本に分かれているんだろうけどね。どこで2本に分かれてるかも分からない。俺でさえね。多分洞窟で迷って安山岩がそれだったのかって気づいたあたりで分かれてると思うんだけど、次週直しますって書いてね。次週じゃね、次回直しますって書いて終わってると、終わった、ハサミ終わった、草もらっちゃった。草葉っぱの芽生やさないとね。こっそりね、あの勢いの中 T を作るこの余裕。ここに葉っぱあるじゃんってなるんだけど、そこに下に葉っぱあるんだけど上にも葉っぱあっちゃって、その下の葉っぱ取った方がいいかな。うん、その方がいいね。いや、あってもいいな、うん、悪くない。あれが支えてるからあるもんね、うん、ナットとボルトみたいな、そういう感じ。下と上とで止めていくっていう、支え合って届かないんじゃないか。あ、そっちかい。そっちで落ちるパターンを予想してなかった。そう、よいしょ、今ちょっとね、飛び越える感じでいこう。飛び越えていこう。飛び越えていこう。何事も。OK。ちょっとね、弱腰だった、今。ヘッピー腰だった。いいね、このグラデーション、ここのグラデーションいいね。あ、いいね、いいね、いいね。あれだろうね、ギリ沼地と沼地じゃないゾーンと境目みたいになってる、ね、OK。 さあ、問題が発生しているぞ。大丈夫か。あ、なんとかなるか。まあ、うん、なんとかなるな。ならん。ならんもんはならん。ここに、ジャックランタンを装着。ここも同じように、この木は後々取りますよ、後で。ここもジャックランタンを装着。そして、オランタンが1個足らないという事態。で、この上に葉っぱを重ねていくと。え？巨大化したんだとしたらここじゃないんじゃないか。もう一個内側に入れるべきなんじゃないか。そう思っている。今日この頃そうだな。もう一個内側だ。もう一個内側に入れて、このジャックランタンの上に置く感じか。いや、上じゃない、間違えた。ここの列でトン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 って上に上がっていくと。
あそこミステイク。一箇所ミスったな。ここジャックランタン置くから。こっち。よいしょ。うん、ギリ足りそうだね。よいしょ。ジャックオーランタンとハサミを取りに。危ない。飛び一番近いった。ジャックオーランタンとハサミを取りに行く。そしてこのね、中間拠点。どっからでも登れるこの利便。便利さ。利便性の良さ。それを言いたかった。出てこなかった。だいぶ余ったな。これで余るとは思わなかったぞ。ハサミとナイトを引くって言った。ジャックオーランタン。いざ1時間取るってなるとね、だいぶ感覚は、自分の中の感覚はずれるね。木ちっちゃってなってるね。真ん中の木ちっちゃ、枝の割に植えてけってなってるね。どうやって巨大化したのっていう。どうやってそれ巨大化したのっていう、そういうあれあるね。よいしょ。うん、正直を1時間前からお腹が痛いんだ。ああ、うん、ピンポンっつってね、こう取り始めた瞬間、あ、トイレ行きたいってなってたんだけど、まあ、なんとかなるだろうと思ってたんだけどね。多分これはね、水分の取りすぎ、お腹を壊している状態、そう、一番やばい状態。1個ずつ、あっ、油断した。1個ずつ取れるようになってると思ったら、そう、気を紛らわせていく。仕事中はね、お腹痛いってなってもね、そっから2、3時間余裕で耐えられるなんて、よくわかんないけど、多分だけどね、意識が仕事の方に向いているからね、大丈夫なんだけど、大丈夫なんだけど、今は全然大丈夫じゃないんだよ。トイレ行きたい。正直アラームになってほしい。こんなどうでもいいから、とりあえずお腹痛い、トイレ行きたい、アラーム鳴ってほしい。別に生放送じゃないからいいんだけどさ、編集点を作るのもどうかと思う。つってさっき誰かさんは編集点を作ってたけど、さっきじゃない、前回か、もう前回なのか、あれは前回の話になるとか、あるよね、こういうの。お腹痛くなるとなんか頭の回転速くなる人。俺そうなんだけどさ、そうだ、気をそわそわって他のことを考えよう。いや、いい感じなんじゃないかな。もう1段目、下が2段だったら上も2段だから、これ3段だから3段って、上行きたいけど上行けなくなっちゃうっていう、そういうやつね。お腹痛いからね、お腹が痛いよ。し、足りた、よかった、危ない、足りないんじゃないか、足りないんじゃないか、足りないんじゃないか。1、2、3、4、5、6、7、4個どころじゃないな。いや、2個でいいんじゃないかっていう。もう塞いじゃっていいんじゃないか。そして終わらせてしまおう。妥協を許さん。ね、妥協はダメ。うん。妥協してね。うん。あそこに葉っぱを植えたとしよう。植え切ったとしよう。で、結局自分の納得いかないからって言って、またね、修正するために葉っぱどかして、で、またこっちのも取りに来るっていう。そうするとハサミの耐久値がだいぶね、削れてもったいないことになるから。そう、ね、
ちなみに先ほどダイブしたのと同じぐらいの勢いで、あれ？いい感じ？いや、もう一段欲しいね、やっぱり。うん。ちょっと低いね、上。同じぐらいの勢いで通りに書き込んできましたよ。うまいこと編集したと思うんだけど。うまいこと編集したと思うんだけど。あ、通り過ぎた。T が台無し。まあ、こんぐらいあれば足りるかな。ちゃんとてっぺんももう一段階照らすためにじゃあ、ご覧とあと3つほど欲しいね。でもジャックオーランタンの守り神がいるんだよ。大丈夫？クリーパーさんがいるんだけど。いなくなってる？うん。よかったね。あそこに砂利最初置いてたけどさ。あそこを置きっぱなしだったらさ、やつら登って出てきちゃうんだよ。危ない危ない。OK。ついでに食べ物も。久しぶりに羊毛消費しきったぜ。いっぱいね。ってことはこの1個食べてる間に羊毛じゃねえ羊肉また64個ぐらい溜まっちゃうのかな。あれ、うん、いい感じに見える、いい感じに見えるけど、やっぱもう一段高くしたいところでもある。アンバランス感もあるんだけど、いい感じっちゃいい感じだし、うん、うんっていうお時間です。これで今1時間10分撮ったところに、うん、噛んだね、1時間10分撮ったという感じですね。ええ、はい、 OK、 そうしよう。苗木が欲しいな。取れない。苗木が欲しい。多く、うん、捨てちゃうっていうね。ここは多く、多くのあれだからね、多くのベンチだから多く。そしてここも多くのハーフ多く。あと白樺と白樺松とアークオークだね。あと必要なそれ系のやつで、ここ追加で、ここと同じとかさ、これでこれとここが同じとかさ。かじゃあもう一段か、もう一段だね。あい、飛びすぎたバカ。誰がハサミ置いてきてないよね。オッケー、ハサミも置いてきたらもう一回下まで落ちなくちゃいけないとこだった。うん、出た。あ、違う。あれ、おかしいな。ハーフ5個持ってたはずなんだけど。くっ、バカ。誰か、よいしょよいしょ。一応ここに松明置いとこう。一応ね、飛びすぎないようにね。まずこちら、バカ。そしてバカ。まあいいや、とりあえず置いとこう。あ、いい感じで周り見ようとするな。あ、いいね、この眺め。ここも登りたいな。ここも見えるようにしたいな。でもそれはまた違う話だから。俺はこことしてのそういう芸術だから、そういうまったりするとこであって、そういう見るところじゃないから。こっちだ。はい、ダークオーク、とまつげ邪魔だな。
ょ待って、今何しまった何しまったんだ今、一瞬で分からなかった。でしらさんがないと、しらかばさんがないと、まさかのしらかばさんがないと。そうだろうか。はい、待つ。で、しらかばの原木持ってなかったっけ。あった持ってた。おっちょこい、おっちょこちょいが、おっちょこちょいっていう言葉さえ噛んじゃうほどおっちょこちょいが全く。で、アカシアの内容を持ってきて、そこ置いとこうか。その1個かわいそうだから。あれ、これ3段積んだんだよね。3段積んだから、あ、見づらいな。だな。で、ここがダークウォークと。こうか。超わかりづらい。今まで全部外側向いてきたけど、よいしょ、今度は内側を向ける。向き合っといて、よいしょ。あ、したからね。あ、ちょっと暗いな。ここは松明ここに置いとこう。うん、いいね。で、アート感を出すためにこうやってね置いとくとちょっと出っ張ってるぞってなる。そう、そういうアートと、巨大な木に見える。あ、いい感じに拡大されてるね。逆に綺麗すぎちゃってるあれもあるけど、それはやっぱり作られた、人工的に作られたものだからね。こう無造作に作られたんじゃなくて、ちゃんと手入れされて、ピシッとハサミで手入れされていると、そういう木だからね。で、あそこに置いてあるはしごを取って、完成だけど、その前に白樺を持ってこよう。白樺と赤石の苗木を持ってこよう。よいしょ。ちなみにこちらの奥の葉っぱを船長1名様にプレゼント。嘘です。まあ1名様って言っても姫しかいないけどね。次にアカシアの苗木、いや、アカシアはもったいない。いや、アカシア持ってきてねえし、そもそもジャングルだし、こっち使ってるジャングルだし。これ走ればうまいことできる。よいしょ。超ポタポタするの、これ。ちょっと防水加工しておけばよかった。
2段目、今3段積んだけど2段目ブロック置くとかさ、どこだっけ、重なってる位置、一番下だけブロックにするとか、難しいな。あれ、おや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 、外側のマスだけなぜかしら雨が垂れてこない、なぜ3マスあると落ちてこないけ、もしかして、もしかしてだけど、まあ対処法としてはいくらでも方法はある。ハーフで埋めていってあげればね。お、誰だ、松島ってやつ松に1個あって邪魔かと思ったらダークオークと松島、まったく、よいしょ、松、はい、こんだけやれば大丈夫かな。松一番上は OK と。続いてカバさん、カバさんも6個じゃ足りないんだよね。これね、もう1個欲しいね、届かないね、浮いた。そして足りるパターンのやつ、ここ OK、足りた。ブロックで乗ってた、そんな頑張る必要なかった。じゃあてか一番下だけ置けばいいだけじゃない、これもしかして、あ、ダークオークがまだ上を持ってると、はいはい、あ、ここか、じゃあここで、はい、はい、13だね。1234と4って、はい、13でいいんだっけ、 OK、 はい、はい、はい、変なとこがまだ水漏れしてるけど届かないな、待って、降りるのはまだ早い、 OK 今若干俺も腰浮かせたわ届けって、
りが抑えられない、抑えられない。ということはその一周分も同じようにやらなくてはいけないということだよ。ここもね、3個か。ギリだ、ギリ足りたわ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。よいしょ。お疲れ。しまったつもりだったけど、ずらしても面白かったね、これ。ここ白樺だから、これ一個ずつここを松にして、で、次ここがオークになって、一番最後ダークオークになるみたいな。一周ずつこう回っていくっていう。あ、違う。すごい面白かったけど。でもね、こう、揃えるっていうのも面白いんじゃないかな。規則性が。ね。見る場所によっては位置的に見ればもうちょい背が低ければ、これ、あ、上と下が逆になってるみたい。これあっちが床で、ここベンチで、ここ壁みたいに見えなくない、見えなくもない。あ、逆になってるみたい。これほら、あっちが今下なんじゃない。これこうやって見ればいいか。これが下で、こっちが下で、これがあっちが下でこっち上みたいな。こう繰り返してればどっちかどっちだか分かんなくなるんじゃないかな。まあ何をともあれこれで雨漏れ、雨漏りが収まるだよね。大丈夫だよね。なんで端っこが大丈夫なのかは分からないけど、ありがたい。というわけで回収できなかった。スタート、これ欲しいな。ちょっとなんか置いてくるね。なんか置いていけないか。なんかそうだ、ジャックランタン置いたから、ここの松明はいらない。中心の松明は置いておこう。どっかジャックランタンもう一個つければよかったな。まあ、最初はつける予定だったんだけどさ、顔の向きどうしようかなってなっちゃったからね。できれば、なんだっけ、レザーじゃない、レッドストーンランプをどっか飾りたいな、中間に。その方がおしゃれだと思うんだ。広げてもいいかな。いや、広げなくていいか。いいね。上はレンガで下は葉っぱ。面白いね。完成。無事完成までしてないけど。一箇所何も飾ってないあれがあるからね。ツタもどっか巻こうと思ったけど、まあいいかな。は入り口の方だけちょっとツタをはわせておこうかね。こうやってね、ここだけツタをはわせて3マスだけ。あとはいや、なんとなく周りの景色を楽しめなくなっちゃうからさ、そしたらツタが邪魔でね。入り口はこうのれんみたいな感じでさ、やってるみたいな感じ。
話できるからさ、ね、というわけで今回も2回に分かれていましたが、ここまでということで、また途中で変な風にバッサリ言ってたらごめんね。それはやっぱね、まあ僕のめんどくさがりスイッチが入ってしまったと、いうことで、あ、スイッチ入ったなっていうふうに笑ってみて見ていただければ嬉しく思います。笑って許してくれたらねとても嬉しいです。まあ頑張るけどね。というわけで今回はここまでになりますね。これは後で収めていって無事建築が終了いたしましたね。一応チェックして、おっと待った、まだ早い。ちゃんと遠くで分かりやすいところから見ようね。暗いね、ここね、怖いね、ここ。この上で別れたら嫌なんだ。おお、こっから見るとまるで普通、細いな。幹は細いけど、なんか遠近法的に、ね、ちょっと、ね、近くにあるように見える。ここのと、ここの木と比べると、だいぶあるのが近くに見えるね。この上ら辺にあるんじゃないかっていう。だいぶ遠近法がかかってるように見えるぐらいの巨大化させたね。でちょっと上にね、こう、あ、やっぱ人工物なんだっていうのが、ね、こっから見るとわかるね。ビロンチョコンって乗ってるのね。お、晴れてくれた。ありがとう。見やすいよ。うん。いい感じの、ちょっとした庭園。庭園じゃないな。まあ、休憩所かな。うん。できたんじゃないかな。うん、なかなか結構気に入ってるよ。うん、待って待って、お前らの駐屯場も作ってやろうか。いや、いらないなというわけで今回はここまでになります。あ、帽子みたい。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。噛んだな。ご視聴いただき誠にありがとうございました。質問コメントなどある方、下のコメント欄もしくは ask.fm までよろしくお願いいたします。以上、赤大好き友がお送りいたしました。あ、ね。